はい、大和町暮らしキキです。前回は土と団子作りについて解説したんですが、団子の残骸あります。あ、固まってる。結構硬くなってんな。ほら、めっちゃ硬い、で今回は床のレンガについてちょっと解説したいと思います。はい。もともとはあの土でやってたんですけど、ちょっとボロボロ剥がれてきて、それがピザの底についちゃって良くなかったんで、床を掘り直して耐火レンガを敷きました。耐火レンガとレンガの違い、何が違うか分かる？蓄熱が違うみたい。蓄熱性。あ、うん、この蓄熱か。うん。まあだから耐火レンガと普通のレンガを一緒の状態で温めたら、うん、温かさを持続するのは耐火レンガの方。うん。だから床は絶対あの耐火レンガの方がいいなと思ってなんか。うんうん。前はあの底が焼けない状態やったんで。あ、ピザな。うん。上火の方が強い状態、まあ、あの高さのとかもあんねんやけど、ピザ構えからってあんまり天井を低くしすぎると、今度上火が強くなっちゃうんで、上火が強いのはちょっと結構問題で、生焼けになる可能性大やんな。そうだ、上が弱い状態だったらこうあのヘラみたいなのですくって、天井に近づけたら上は焼けるんで、よくピザ職人やってるんすね。あ、やってるな、だからある程度高さも重要です。温める時も結構低くしすぎると、なかなか火がつかへんというか、あのつきにくいね。めっちゃ空気の通りが悪いから、悪いもあって、温まってきたらこういう流れができてくるけど、それがないからあんま低く作りすぎると結構弊害があります。床は絶対耐火レンガ使ったらいい方がいいのと、周りもまあ耐火レンガでやってもいいし、上はレンガで作るとかでもいけると思う、多分。耐火レンガで作ったら蓄熱がすごいから、そうやな、全部使う、まあでも高いから値段が倍ぐらいするよな、めっちゃ高いよな、でも1個の大きさレンガより大きいよな。ああ、そうやな、サイズもちゃうな、まあだから床だけ耐火レンガを使ってただ土で作るっていうのは一番安上がりで性能もいい感じかなと思います。次はこの中に作る型枠の解説を今日はしたいと思います。もともとこれ作るときは木の枝でやったんですけど、今日は竹を割った竹でやろうか、ちょっと型枠を作ろうかと思います。はい。でじゃあ竹を割っていきたいと思います。まずは半分。いい音やな、竹割っていくときって、でこっからいきなり細いの割っちゃうと結構まっすぐ割られへんねや。あ、圧力がかかるから。あ、そう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 、木もそうやねんけど、ちょっと半分にしていく感じで、まあ、それでもどっちかに偏っちゃうねんけど、半分のつもりがやっぱちょっとはずれてるから、でまた半分、ぐらいかな、おお、すごいな、ちょっとほなこれを一応割れました。まあ結構適当なんですけど、でまずは一番下の、この直径の部分の輪っかを作ろうかと思います。玉の中の直径、これ2本をちょっと針金でつなげます。針金じゃなくても紐でもええかな。麻紐でも、タコ糸みたいなのとか。ただ結構縛るの難しいから、ああいうの強く、針金の方がいいかも、
こんな感じ で今日はちょっとこれで実際作るわけじゃないんで、うん、まあ、大体で一応2本止めとこうか、うん、うん、こんな感じかな。はい、まあ、これであの形が悪いやんか、うん、整ってきた、整ってきた、こうやっぱりあれなのかな、そのなる、あの、うん、同じ圧がかかってこう、あと手でや結構変わるわ、あ手で変わんねや、丸なったと思わへん、あめっちゃ綺麗な丸やん、うんうん、一応そこの輪っかができました。これが直径になります、あの釜の中の、うん、で入り口っていうのをまず決めて、はい、まあ、今回はこれ使うわけじゃないんで、うん、この節のとこでいいか、うん、ここが入り口の端と端と仮定して、赤の節のとこ、うんうん、まずここにこいつを作ります。はい、内側、はい、あ内側でくくるのも内側の方がで、後ろはまあな、大体同じようなとこどこでもいいか、上から見たらこんな感じ、うんうん、はいはい、でもう片っぽも、うん、か、うん、こっからうん、骨組みになるんで、はい、メインのこれで高さがもしちょっとまだ高いなと思ったらもうちょっと低くしたりとか、うん、で調整します、まあ、今日はちょっとしないですけど、はい、これであとはもう補強していく感じかな、はい、うん、これとこれを止める感じで、うん、はい、こんな感じで、うん、ちょっとこの辺とか悪いから、悪い、あこうかな、あーそっか、うん、こういうので調整できるんやけど、で切んのその竹のとこ、へえ、わ中華包丁、うん、中華包丁の使い方やったね。これで、うん、少ない方がいいの、竹の量、骨組みが、うん、あそうなん、なんでかって言ったらこの裏から手が入る状態の方が良かったんだ、名前全部作っちゃおうか、だからもう竹ひごの長さとかはもう組みながら、そうやな、あの調整していくんや、うん、それが一番楽そうやな、あそうやな、一番初めに竹ひごの長さも全部な、うん、設計図考えて、うん、大変よなあれ、大変やろな、大変そうやなと思うよな、うん、やりながら考えていくも面白いよな、でもほんま、うん、どんぐらいちゃんとやりたいかっていうのもあるやろし、うん、うん、ちょっとこれええ加減すぎると思われるかも、え、そうなん、まあでも調整しながらな、うん、そこそこだってさ、土で作んねんしな。はい、完成です、もう完成、最初やったらもうちょっと増やした方がいいかもしれん、あの、うん、増やした方がいいけど手が入るようにしとった方がいいから、うん、裏からこう押していけた方が作りやすいんやんか、うんうん、土の団子はさ、うん、竹の外側にずっと重ねていくっていう感じやんな、そうやな、でそれのちょっとコツがあって、はい、最初からこう寄りかかさへん方が俺はいいなと思ってて、ちょっと離す感じ、うん、最初はこの辺ぐらいまでは多分あのこれなしでもいけんねやんか、あー竹の、うん、土のだけで、うん、これはのやり方やねんけど、うん、この辺まではもう自力でやって、うん、ギリギリ当たらんぐらい、うん、でもう分かる、倒れるっていう時あるやん、うん、この辺とかやったら倒れるやん確実に、その時に初めて寄りかからせるぐらいの感じ、あーなるほど、だから形とかもなんていう、あんまりこれに依存してないというか、この辺ぐらいまでは基本自分の手で形を整えてって竹に干渉せずに、そうやな、もう倒れるって時にちょっとふわーっと寄りかかる出せる感じ、うん、でこうしていって、で最後この辺が難しいんやけど、うん、その時に こっちから手入れたりなんていうの、入り口のところから、うん、最初、うん、だからこの辺ぐらいの時はこっからこうやって
ひっつけていかなきゃ、ね、団子と団子を、うんうん、だからこの手が入れれる状態っていうのがよくて、はい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 、うん、でも最後の最後この辺になってきたら、うん、こっちやな、入り口から、入り口からそうです、はい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 、でちゃんとひっついたら、うん、ほぼもう崩れることないかな、もうこれとなくても崩れへんかな、だってさここのさてっぺんの土なんかさ、うんうん、そのまんま下落ちそうやん、でもあらその時だけ最後こんぐらい残るんやけど、うん、最後この団子ボーンって入れて、うん、ひっつけたら、うん、ほぼこの支えなくても大丈夫なはずやねん、そうなんや、だからそれにこっから最後ひっつけるまでのためにこれがいるっていうイメージわかる、周りはそういう感じで、うん、入り口はもう前はこう枠作っとったんやけど、うん、もう今で言ったら木の枝一本しか使ってないかも、それはもう地面に打ち付けろ、刺しとったんかなこうやってすごいよな、これさもし竹やったらさ地面に刺したってさブイーンって掘り上げてきそうやん、うんうん、その場合はお父ちゃん杭打つねんな、あそうやな、まあでもここをここをくくってるだけでもいいかも、今下をつなげてんな、アーチ状になるように、うんうん、で一段ずつやっていくやん か、 なんかこっから始まりやんか、うん、でこうこうやろ、うん、もうここアーチになってくるなっていう場所になった時にこうやって置いたら、うん、これ乗っかってるわけやからこっちでもつながってるやん、土で支えられる状態になってると地面にこれを打ち付けんくても、うん、いけると思う多分、ね、横の土団子で支えられて、うん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 、まあでも俺はいけるけど、うん、怖かったらこことこうまた竹でつないどったらいいかも、うん、ここはここ手入れ込んでそうやったらいけんねや、うん、でここが、うん、のこうなるから こ, う、うん、ここも一個つけといてもいいかも、枠を、うんうん、一番だからほんまに楽な作り方ってことやんな形もそういう感じで手で整えながら作っていきたい人はそれがすごい一番いいよな、なあ補強やな、補強入れるのはなんぼでも入れていいんやけど、うん、手が入るようにだけしといたら手を入れづらくなっていくやん、うん、例えばこれにもう一本入ってたら、うん、だから入れへんねやけど、うんうん、それすごいほんま大事よな、うん、これはほんまに補助って感じかな、うん、うん、中入る天井まで全部形ができたら中に枠が入ってる状態なんですけど、はい、もうそのまま燃やしちゃいます。うんうんうん。まあ、これが普通に紐とかでやってたら、うん、全部燃えちゃう、ね。全部燃える。うん。まあ、でもいいかもな。うん。うん、じゃあ2、3日乾かして燃やすのが一番良さ。まあでも1日目でもいけたんはいけ、俺はやったのはいけてるから。うん、お父ちゃん待てない男やから、ね。あとはな、自分でちょっと考えてやばそうやなとか。あとは状況判断やな、状況判断、土の感じとかも分からんし、うんうん、ここやな、この入り口の上らへんと、うん、ここと天井らへんの時に結構不安になるんやけど、うん、大丈夫かなみたいな、うんうん、でもちゃんと土が埋まっちゃったら、うん、団子が乾いてない状態でも自立はすると思うんで、うん、うん、うまくいきますように、はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。涼しいんやろな。そうやろな。涼しい。